今日は3月の27日の火曜日です。クリスマスローズの花を描きます。まずクリスマスローズの真ん中のおしべめしべをまず描いてみましょう。クリスマスローズは以前も一度描きましたけれども、クリスマスの頃から咲き始めて5月ぐらいまで咲いている花です。クリスマスローズのお花をまず描いてみましょう。こちらにクリスマスローズのつぼみが見えますので、このつぼみを描いてみます。お花の向こうに少し葉っぱが見えますので、この葉っぱも描いておきましょう。クリスマスローズのデッサンができました。彩色に入ります。薄いピンクの花をしていますので、赤と白を混ぜてピンクの色を作ってみましょう。まず全体にピンクの色を彩色していきます。お花の周りが少し赤く感じられますので、花びらの端の方だけちょっと強めの赤い色を塗っておきます。こっちのつぼみもやや赤い色を塗っておきましょう。クリスマスローズの葉っぱを彩色しています。真ん中におしべとめしべを見えますので、これを黄色い色で彩色しておきましょう。これでクリスマスローズの絵が仕上がりました。